私たちは野菜や果物、穀類など様々な食品から食物繊維を摂取しています。食物繊維は人の消化酵素で消化されない、食物中の難消化性成分の抗体と定義されたりするのですが、実際に私たち自身の酵素では消化できず、私たちの腸内にいる菌の酵素によって分解されます。腸内細菌は食物繊維を分解して短鎖脂肪酸を産生します。この短鎖脂肪酸は人の健康に重要な代謝機能や免疫機能などの制御に関わっていることが分かっています。食物繊維は水溶性食物繊維と不溶性食物繊維に分類されますが、どちらも腸内環境を整えるためには重要な成分です。食品によって不溶性の食物繊維と水溶性の食物繊維が含まれる量、割合が異なっており、ここでは代表的な野菜、果物を中心に食物繊維の含有量を紹介します。厚生労働省策定の日本人の食事摂取基準2020年版において、食物繊維の目標量は18歳から64歳の男性で1日 21g 以上、女性で1日 18g 以上とされています。野菜や果物以外に食物繊維の供給源となるのは穀類、芋類、豆類、藻類、キノコ類です。ここまで食物繊維を水溶性と不溶性に分けて紹介しましたが、さらに個々の食品を細かく見ると、セレノース、ペクチン、グルカン、グルクタンなど特徴的な成分を含んでいます。私たちの腸内細菌の組成、つまり腸内細菌の種類や数は個人で異なることが分かっています。そのため自分の腸内環境を改善するには、どのような食物繊維が適しているか、一つの食品に固執せずに様々な食品を摂取してみることをお勧めします。